アネモネ TV をご覧の皆様、こんにちは。ヒカルファミリーのあずみんとゆきちゃんです。そしてダイヤモンドチルドレンの2歳のヒカルと3人でヒカルファミリーとして活動をしています。こちらの宇宙語マスターになると人生はうまくいくを昨年出版いたしまして、愛と光のライトランゲージを広めております。アネモネの2月号では予測と予言ということで、ヒカルファミリーのあずみんとしてたくさん予言をさせていただきました。嬉しい反響いただきありがとうございます。こちらね、ヒカルが映っております。そして3月号ではアネモネさんと、個人セッションとグループワークをさせていただくということになりました。これね、アネモネ3月号お持ちの方は114ページに載っております。またウェブの方にも載っております。まずですね、個人セッション、こちらはズームでのセッションになるんですけども、3月11日、13日、18日宇宙語翻訳機搭載セッション、あなたも宇宙語マスターになれると題しまして、宇宙語の翻訳機をダウンロードして搭載をして馴染ませていくという個人セッションを行います。3月11、13、18日の11時から14時、15時から18時のこの6回受け付けております。皆様ですね、宇宙語に興味がある、宇宙語は話せるんだけど意味がわからないっていう方だとか、ハイヤーセルフや宇宙存在から直接メッセージを受け取りたいっていう方に向けて、この翻訳機非常に評判が良くてですね、実は皆さんどこにつくかとか、どのような形の宇宙語翻訳機がつくかっていうのが決まっていません。その人に合わせたフルオーダーで、作られた翻訳機をダウンロードいたします。そしてもう一つですね、グループワーク、3月19日多次元事故が花開くレインボーライトブレッシングというグループワークを行います。こちらはアネモネのセミナールームを使いまして、ヨガマットを用意して、開催となります。こちらの特徴、ゆきちゃんどうですか？こちらはグループセッションという形で、個人セッションをまあみんなでさせていただくというような形になります。皆さんお一人お一人の意図を聞いて、どんな風になりたいかということを聞くんですが、なりたいという状態ではなくて、すでにそうなっているという周波数、そのバイブレーションをライトランゲージと音を使って下ろしてきます。皆さんはもうゆったりとそれを受け取っていただくだけで、そのエネルギーに浸っていただけます。はい、今弾いているこれ何ですか？レムリアンハープですね。はい、レムリアンハープやクリスタルボールなど音とですね、このライトランゲージの響きを皆様に味わっていただく音のお風呂になります。この2つの個人セッションとグループワークで皆様とお会いできるのを楽しみにしております。はい、ぜひヒカルにも会いに来てください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。